何回言ってもできない人を怒鳴る人はもうバカなんですよ。怪我して練習できなかったり、練習にいない理由を理解できなくなったり、上手い人は控えの選手の気持ちがわからないとか、こういった内容ね、理解できない人、意外と多いです。じゃあなんで理解できないのかって言ったら、はい、皆さんこんにちは。水球の高井聡です。今回はですね、学ばない指導者はオワコン。こんなテーマでお話ししていきます。先日僕はこういったツイートしました。指導者のレベルが低いと、根性の指導から怪我人が出る。 これが日本の部活の最大の問題。時代が変わっているのに変わろうとしない指導者が存在する限り、選手の限界値は最大にはならない。絶対にこれだけは言える。古い指導者のせいで宝が持ち腐れてる。こういったツイートですね。 結構刺激のある言い方なんですけど、これぐらい強く言わないと伝わらないので、ちょっとわざと言いました。動画進める前に、ね、僕のこと知らない人もいるかもしれないんで、ちょっと自己紹介させてもらうと、僕は現在筑波大学の大学院にいます。大学4年間では体育専門学部に所属して、教育とスポーツについて学びました。一応中高の保健体育の免許も持ってます。このチャンネルでは水球だったり部活に対する 考え方だったりためになる情報そういった話を中心に情報発信してるんでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますでは早速今回の内容に入っていきたいと思います結論から言うと学びをしない指導者はオワコンです具体的にどんな人かよって言うとまスポーツ選手で怪我をしてるけどそういった選手のことを理解できない指導者ですねそういった人に限って指導方法が 根性論だったりすするんですよこういった指導者がいると、絶対に怪我人が増えて、絶対にハイパフォーマンスは出せません。すると、どういったことが起きるかっていうと、今の時期で言えば、今しばらく練習できてなかったじゃないですか。それで、再開して、怪我する選手が必ず増えると思うんですよ。そうなった時に、怪我した選手に対して、お前は弱いからだよとか、お前無理ならもういいよ、もう帰れ帰れとか、絶対こういう指導者がいると思うんですよ。そうなったら選手はもう、こうなります。いや、やらせてください。お願いします。 思ってもないことを言わないといけなくなるんですよこういう経験ある人いるんじゃないかなって思いますこうなるとどういう結果が待ってるかっていうと怪我は完治せずにその期間ハイパフォーマンスは出せなくなります最悪の場合怪我がさらに悪化して選手生命が終わってしまうっていうこともありますしかも指導者だけじゃなくて怪我してやっぱり他の練習とかするじゃないですか ででたたまに接骨行っりりとかか練習休んだすするじゃないですかそうなった時にチームメイトにサボってるって思われることもあるんですよそれは指導者のせいじゃなくてその文句言う選手その人に原因がありますこの具体例は本当に怪我したことある人にしかわからないと思うんですよだから逆に言ったら怪我したことない選手だったり根性論で育ってきた人には理解できないと思うんですよ根性で頑張ればどうにでもなるんで強くなるから関係ねえんだよ怪我なんてそういう意見がね必ずしもあると思います でも僕は筑波大学で体育スポーツを専門に勉強してきて有名な研究者がいる授業もたくさん受けてきました。でもそこでそんなような話一回も聞いたことありません。根性論が指導に効くなんて話一回も聞いたことありません。しかも僕が筑波大学で4年間お世話になったスポーツトレーナーの方にも そういったことは一回も言われたことがないです。なんでかっていうと、適切な対処を勉強してきてるからです。学生も8割体育の分野を勉強してるんで、他の練習してたりとかしても、練習にいなくても、怪我であいつリハビリしてるんだよとかって話すれば、大体文句ないんですよ。それなんでかっていうと、怪我人に対する対処を理解してるからです。でも、今の日本には、そういった正しい対処だったり、正しい練習法、これを理解してない指導者は山ほどいます。そして、理解してない選手も数多いです。 そういった選手に限ってよくぐちぐち言ってませんかなんでぐちってしまうかっていうとまあいろいろ問題があるんですけどその一つの理由としては理解できてないからそういう指導者がいるとハイパフォーマンスも出せないし選手の成長の限界値も限られてくるんですよ指導力がめちゃくちゃあれば限界値がここだとしてもこれぐらいの能力まで引き上げることができるんですよ科学的に証明されている指導法があるにもかかわらず学ぼうとしない人つまり時代が変わってるのに変わろうとしない人は オワコンなんですよそういった人はもうどんどん置いてかれますもうねこれスポーツだけの話じゃないです 生き方の話もそうなんです。なので、ここからはちょっと学ぶことについて深掘りしていきたいと思います。もう、スポーツ中心に話していくんですけど、学び続ける生き方。これについてちょっと話していきます。ちょっと紹介したい本があるんですけど、落合先生って知ってますか落合陽一先生。この先生が出してる本なんですけど、0歳から100歳まで学び続けなくてはならない時代を生きる。学ぶ人と育てる人のための教科書。こんな本を出してるんですけどね。名前の通り、0歳から100歳まで学び続けるための ノウハウが書いてありますこの内容はこれからの時代に必要になってくる考え方になると思うのでぜひ概要欄に貼っておくんでチェックしてみてくださいこの本でもわかる通りスポーツだけじゃなくて仕事も同じことが言えてくるんですよこれ例えば僕の YouTube の1本目の動画見たことある人いますかね全然編集しないで撮った動画なんですけど僕 YouTube の勉強してなかったら未だにあんなしょぼいクオリティですよでもあんなんじゃクオリティが低すぎるかって言ってちゃんと勉強勉強して 今の動画になってますでも今もまだ全然足りてないね。まだ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 勉強してます話し方も勉強してます僕はこれめちゃくちゃ好きでやってます話すことも好きだし動画の編集も好きですなので好きなことをやれてるんでめちゃくちゃ幸せなんですよ今余談なんですけどあの勉強するなら本当に好きなことだけで いいいと思いますなんなら自分で言うことじゃないんですけど大学行く必要はないと思うんですよ大学行くのは就活のために行くとかもうマジでいらないと思いますもう学歴フィルターとかも本当になくなっていくんで学歴があるから大手採用とかもう本当に目的がある人だけでいいと思うんですよ部活しに行くでもまあ OK だと思います僕もそうだったんでさらに好きな分野も学べたらめちゃくちゃいいよねって僕は思いますちなみになんですけど看護の友達が言うには筑波大学は しかと、音楽以外の分野はあるって言ってるんですよ。それはもう本当に筑波大学ですよね。でも、カンが言うには、みんなオシャレしてるんやって。それは筑波大学ちゃうやないかい。筑波大学は、ジャージだったり、寝巻きで学校に行けんねん。ましてや、体育エリアなんてメイクしてる人おらんのよ。じゃあ、筑波大学とちゃうか。これ、8割事実です。ちょっと話取れちゃったんですけど、じゃあ、どうやって学べばいいんだと。 何をすればいいんだと安心してください。この動画最後まで見れば、ちゃんと学べて時代で活躍できる人になります。なのでね、こっからが本題なんで、ぜひ最後まで見ていってください。まず一番大事なのが、調べる癖。これが大事です。調べる癖をつけましょう。じゃあ何を調べるかって言ったら、わからないことだったり、理解できないこと。もうこの二つ。なんで調べるかっていうと、 他人を理解でできなくなくるからですじゃあ、例えばどんなことが起きるかっていうと、怪我して練習できなかったり、練習にいない理由を理解できなくなったり、何回も何回も同じこと言ってんのに、できるようにならない人とか、部活やめちゃった友達とか、上手い人は控えの選手の気持ちがわからないとか、こういった内容をね、理解できない人、意外と多いです。じゃあ、なんで理解できないのかって言ったら、自分の視点と経験から考えてしまうからです。さすがにわからないことはは自分の思考では 限界があるんですよイメージ湧かない人のために分かりやすく説明すると例えば自分の考え方がこれだとするじゃないですかじゃあ怪我した人はどんな考え方どんな価値観どんな思考になるかっていうと怪我してない人だとしますこれでも怪我した人は怪我してない人よりちょっと多く経験してるんですねわかりますかね怪我してるのと怪我してないのはじゃあ経験値の差が違いますよねじゃあこの怪我した人はこの経験値 価値観、考え方がちょっと大きいですでも怪我したことない人はここの怪我したことある人のここの部分が理解できないんですよなんでかって言ったら自分が経験したことないからじゃあどうやって理解できるのかって言ったら2種類あると思うんですよ一つは自分が怪我して実際に経験すること二つ目は調べて理解しようとすることそうすればまうっすら理解できるようにはなると思いますでも100%は理解できないと思います 分かったつもりなんですけどでもそれでいいと思います大人の場合はもうこれじゃ収まらないと思いますもうこんな感じやっぱ人生長く生きた分経験値すごいんでとんでもない経験知識価値観があると思います僕はこうやって価値観をもうどん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 広げるのが好きなんでいろんな本も読みますしいろんな趣味もありますしいろんな人とも会いに行きますいろんなことを挑戦してますなので僕のこと理解できない人の方が多いと思いますあのね 多分理解できなないでです僕のことは <laughs> なんで理解できないかって言ったらこの今までの未知な部分が多すぎるっていう感じですね僕のね1年前と比べたらもうこっからこんなになっちゃってる感じですもし1年前の僕が1年後の僕を見たらおそらく理解できないと思うんですよでもなんでかっていうと当時は部活のことしか考えてなかったからでも今は部活のことより自分がやってることを中心に考えてるんで、まあ、ここにあったのか 逆にここ別物になっちゃってるっていう考え方なんですかね。この話はまた別の機会でします。さっきの具体例の話をちょっとするんですけど、何回も何回も言ってもできるようにならない人がいるって言ったじゃないですか。それってできない人が悪いんじゃないんですよ。何回も言う人が悪いんですよ。何回言ってもできない人を怒鳴る人はもうバカなんですよ。まずね、相手を変えようとするのは自己中でしかないです。じゃあ何が必要かって言ったら、相手を変えようとするんじゃなくて、 まず自分が変わること。前のルの運動学的視点から話すと、引き出しがもうなくなってるのに、なんであれができねえんだなんであれができねえんだって何回も言ってんのに、引き出しが無いんだから、もうネタが無いのに、え ってななるじゃないですかそこで指導者がすべきことはなんでできないんだじゃなくて何を言ったら引き出しを見つけられるかなっていう考え方に変えないといけないんですよなのでヒントを出してあげるんですよこういう思考にならないと指導者の理想をただ押し付けてるだけなんですよ指導者の理想に合う選手もいれば指導者の理想に合わない選手もいると思うんですよ指導者の思考をどうやったら伝えられるかなとかそういう考え方にならないとダメだと思うんですよ部活をを辞めるる友達をね理解するっていうのは めちゃくちゃ難しい話だと思います。なんでかっていうと、価値観の話したじゃないですか。部活やってきた人と部活辞めようとしてる人は、もう別次元に行ってると思うんですよ。なので、別次元を知ろうとしないのは、絶対に理解できないんですよ。よく言われるのが、部活辞めた人と離婚した人は、後悔してないっていう話とかよく聞くんですけど、それくらい何かを決断するって人は、自分たちの価値観から、 かなりかけ離れてると思います。話ちょっと戻るんですけど、調べる癖をつけるって言ったじゃないですか。どうやって調べればいいんだよって人もいると思うんですよ。まずはね、わからないことを検索しましょう。人に聞くのもいいんですけど、人に聞くのって、その相手の時間を奪うことにもなるんですよ。その人がめちゃくちゃ暇そうにしてたならいいと思うんですけど、その時間をも奪ってるってことをちょっと頭の片隅に入れておいてください。なので、浅い質問はあんまりしない方がいいと思います。調べることによって、新しい知識、 まあ、つまり新しい考え方だったり新しい価値観が明確になるんですよあとは調べるだけじゃなくてもいろんな人と話すでもいいと思いますでも部活の問題だったら同じ部活で相談するのはやめた方がいいですなんでかっていうと同じ価値観だからただの傷の舐め合いになるからですあいつなんで部活来きたいのうざくないほんとうざいよねこれマジでアホですだから他の部活やってる人だったり他のクラス他の学校 一番いいのは先生とか大人の人ですねやっぱりね一人で考えても限界あるんですよ無理だと思うんですよ僕もよく大学の先生に話しに行きますなので理解できないことはまず調べましょうあなんだよあいつよくわかんないなとかそういうちょっとわかんないことがあったら調べる癖をつけましょうもうそれだけで変わります絶対に変わりますもう動画の最後なのでちょっと未来の話をするとこれから部活の練習時間はどんどん減っていくと思うんですよ現にコロナの自粛期間明けで 制限されててたり練習時間が減っるるとかあるとあ思うんですよなんで今後練習時間が減るかっていうと学業が本業だからまあこれ当然ですよねでも本当に部活ばっかりやると僕みたいに視野が狭くなっちゃうんですよ視野が狭いとどうなるかっていうと未来のことを考えなくなっちゃうんですよやっぱり部活やってきた人って引退した瞬間に、まあ、僕の場合なんですけどあなんか部活以外何も残んなかったなとか 部活と同時進行にやっってきたたものがなかったんですよそれは何でかっていうと将来のことを全然考えてなかったから人生で考えたら部活やってる時間より部活やってた後の時間の方が長くなるわけじゃないですかで未来のこと全然考えなくてその結果やりたくない仕事をやったりとか自分の人生こんなはずじゃなかったとかそういう人が出てきちゃうんですよでも社会に出ても充実してる人って卒業する前から前から逆算して行動しまくってるんですよそういうい人に限って就活動き出すのを 早かかかかったたりりりとと何か情報発信してたりとかしててます周りどうですか大学生ならそういった人の周りを見れば、まあ、気付けると思うんですよそのためにも普段から学ぶ癖はつけておいた方がいいです今の話で言ったらんであいつ就活してんだろうとか僕がこの動画を出すことによって、まあ、高校生だったり大学生が見るわけじゃないですかするとめちゃくちゃ調べる人が増えてくると思うんですよそうなるとどうなるかっていうと指導者がちゃんととやってないのバレたりとか 逆にちゃんとやってる指導者はあの先生やっぱすごいんだなってなったりしますなのでこれを見てぐさってきた指導者は危機感を持ってどん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 調べてどん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 新しい指導法だったり練習を取り入れた方がいいと思いますそしてそれは今後のスポーツ界の役に絶対に立ちますそして選手たちの限界値もさらに引き上がって どん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 上手い選手が出てきます。僕はそういった選手を増やしたいので、こういった動画を出しました。こういうサイクルが実現すれば、どん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 競技力が上がっていくんで、ぜひ、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、この動画は以上になります。で、このチャンネルでは普段、水球の情報だったり、部活に対する考え方だったり、今後の人生に役に立つ価値観だったり考え方、そういったことをどんどん発信していきます。水球とずれちゃってるんだけど、 僕は水球で学んだこととかも話していくんで僕の考え方に共感できる人だったり水球の新しい知識をちょっとでも取り入れたいって人がいればえぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで本日も最後にご視聴ありがとうございました友達が言うには筑波大学の学生はみんなはとるらしいんよそりゃもう筑波大学やないかい